はい、どうも、こんにちは。福田です。本日は、アクティブファンドの実力検証っていうことで、アクティブ元年日本株ファンドの実力を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、検証期間なんですが、2019年の2月の5日から、2022年の12月30日までとなっております。で、比較していく際のベンチマークなんですが、この5つですね、日経平均、トピックス、そして、東証2部とスタンダード指数を組み合わせたものと、 ジャスダックとスタンダード指数を組み合わせたものと、あと、マザーズとグロー指数を組み合わせた、えー、この5つでやっていきます。で、えー、見ていくリターンの時間軸は3つになっておりまして、終値から翌日終値までの日時リターンと、月末の終値から翌月末の終値の月時リターンと、年末の終値から翌年末の終値の年時リターン。えー、この3つのリターンで見ていきたいと思います。 で、えー、見ていくリターンの種類は、えー、配当込みのリターンのデータが取得できなかったので、えー、配当受け取りのリターンで見ていきたいと思います。えー、なおですね、えー、ベンチマークの年間配当利回りは1.5%で設定してあります。で、えー、見ていく項目なんですが、えー、ここの7つとなっております、えー。それでは早速やっていきましょう。 はい。ではやっていきます。まずは日時リターンから見ていきたいと思います。サンプルサイズなんですけれども、950個となっております。それなので、サイズとしてはそこまで少なくもなく多くもなくと言ってような。そんな形になります。で、とりあえずですね、これで見ていきたいんですけれども、これ見るとですね、このファンドはいずれのベンチマークに対しても、日時リターンは結構大きかったってことが確認できるんじゃないかなと思います。では、お次にですね、 え、標準偏差を見ていきます。え、これ見ると、え、だいたい、え、日経平均と同じぐらいの、え、リスクの大きさで、え、トピックスよりはちょっと大きいっていうふうな形になっております。え、なお、え、ニブとジャスダック、え、こいつと比べると、え、かなり大きいっていうふうな形になっていて、え、マザーズと比べると、え、多少小さいっていうふうな、え、そんな形になっているみたいです。で、え、お次にシャープレシオなんですけれども、え、シャープレシオで見てみた場合には、え、このアクティブファン、えっと、このファンドですね、え、こいつはですね、え、どのインデックスと比べてもですね、 シャープレッシオが高い、えー、つまりはリスクに対して、えー、効率よくリターンを稼げていたってことがわかると思います。 では、お次にですね、見ていくのが、相関係数とリスク倍率とベータ値になります。いずれのですね、ベンチマークに対しても、相関係数はかなり強い純相関となっているので、基本的に日本株に対してかなり連動性が高いということが言えます。で、ディスク倍率は、ファンドの標準偏差を各ベンチマークの標準偏差で割った数値になっているんですけれども、マザーズ指数を除いて、いずれも1倍以上となっているので、感濃度はそれなりに高いというふうな形になります。感濃度というか、ディスクの抑制値は 結構高いって感じになっていて、でベータ値なんですけれども、これ見るとですね、ニブとジャスダックに対してはベータが1超えているんですけれども、えと日経平均とトピックスに関してはまあベータが1下回ってはいるんですが、まあそれなりにあるってことがわかると思います。えこの中で一番感能度が低いのがえっとマザーズなので、まあそれなんで新興国市場はまあそこまでめちゃくちゃ感能度は高くないってことがわかります。では次にリターンをベータとアルファに分解してみましょう。えこれ見るとですね、まあ日時ターンではあるんですけれども。 をえー、しっかりアルファが出ているので、えー、それなので、えー、このハンドのリターンっていうのは、まあ、あのー、 基本的にこの期間、ベンチマークというか日本株市場全体が好調だったことによってエラルトブのリターンっていうのはまあまああるはあるんですけれども、ただですね、リターンの半分以上は、このファンドの実力によって稼げてあったっていうふうな、そういったことが言えるんじゃないかなと思います。この中で一番ですね、アルファが低いと言ってもほとんど同じぐらいなんですけども、それが日経平均トピックスエジャスダックっていうふうな形になっているみたいです。で、一番アルファが高いのがこのマザーズってなっているので、まあこれに関してはマザーズとは関係なく リターンは出してていたってこととがわかると思いまますすではお次にベンチマークのの上昇時時と下落時の平均を見ていきますこいきこつで見てみると、いずれのですね、ベンチマークが上昇した時も、このですね、ファンドも上昇しているっていうふうな形になっているんですが、ただですね、ものによってはですね、具体的には、この2部とジャスダック、これはベンチマークが上昇したときには、ファンドはそれよりも上昇してはいるんだけども、ただ、日経平均とトピックス、ないしはマザーズですね、こいつが上昇した 時にはファンドも上昇してはいるんだけれどもただ、えー、上昇幅はベンチマークに及ばないってことがわかると思いますじゃあ逆に、えー、ベンチマークの下落時、えー、その時にファンドはどうだったのかを見ていきます、えー、こいつを見ていると、えー、ベンチマークが下落した時にはまあ、このファンドもですね無傷、えー、ではいられないっていう風な、えー、そんな形にはなるんですけれども、えー、ただですね 日経平均とトピックスが下落したよりかはですね、多少ファンドの方が下落幅がマイルドに収まっていたってことがわかると思います。で、2部とジャスラック、こいつに関してはファン、ベンチマークの下落幅よりもファンドの下落幅の方が大きくなっているってことが確認できるんじゃないかなと思います。なお、マザーズの下落幅に対しては、だいたい半分ぐらいの下落幅で済んでいたみたいです。とりあえず、これが日時リターンでした。 では、お次に見ていくのが、月次リターンですね。こいつで見ていきます。サンプルサイズ、ぐっと減って46っていうふうな形なので、まあこれはですね、実質的に46ヶ月分のファンドのリターンのデータという形になります。で、平均リターンを見ると、明らかにですね、このファンドはいずれのベンチマークに対しても高いリターンを上げていたってことがわかるんじゃないかなと思います。では、お次に標準偏差を見ていきます。こいつで見ていくと、マザーズを除いてはですね、このファンドのディスクの大きさっていうのは、 ベンチマークよりも高かったってことが確認できるんじゃないかなと思います。で、次にシャープレッシオを見ていくんですけれども、これディスクはですね、まあマザーズのでは他のベンチ四つのベンチマークよりも高かったんですけれども。 ただ、シャープレションで換算してみた場合には、このファンドは月次でも効率よくリターンを稼げていたってことがわかるんじゃないかと思います。特に日経平均やトピックス、こいつと比べるとですね、ファンドのシャープレションがだいたい2倍ぐらいあって、で、ニブとジャスラック、こいつと比べるとだいたいですね、3倍から4倍ぐらいっていうふうな、そんな形になっているみたいです。 で、次に見ていくのが、相関係数とリスクとベータなんですけれども、こいつ見ると、基本的にやっぱり相関係数は高いので、まあ、いずれのベンチマークに対しても連動性は高いっていうふうな感じになっていて、で、リスクバイツはまあ、さっき見た通りっていうふうな形なんですが、ベータ値ですね、これ見ると、さっきの日時と比べて月時の方が若干ベータ値が上がってるかなっていうふうな、そんな形になります。で、マザーズに関してはそんなに変わらないみたいです。 じゃあ、リターンを、えー、とベータとアルファで分解して見てみましょう。えー、こいつで見てみると、えー、ちゃんと、えー、アルファ出ているので、まあそれなので、えー、やっぱり下スで見てみた場合でも、えーと、日本株が好調だったことによって得られた分のリターンっていうのは、まああるはあるんだけども、ただ、えー、まずは除いては、えー、半分以上は、えー、このファンドの実力によって得られた分のリターンっていうのは、 えー、そんな形になっていたみたいです。で、こ、えー、このマザーズに関しては、まあ、相関係数そこまで無茶、えー、相関係数というか、ベータ値ですね。まあ、そこまで高くないので、まあ、それなので、えっ、ー、と、さっ、次意味のですね、ベンチマークの上昇時と下落時のところで、また確認できればと思います。じゃあ、えー、お次に、えー、ベンチマークの上昇時、えー、こいつを見ていきましょう。 これを見るとですね、ここのマザーズを除いては、このファンドっていうのは、ベンチマークが上昇した時には、そのベンチマークよりも高い上昇率を記録してやったことがわかると思います。で、マザーズにも向けてみると、これはマザーズが上昇した時には、このファンドっていうのは一応上昇はするんだけども、ただ、マザーズの上昇幅と比べると、まあ、いく分かですね、低いっていうふうな、そんな形だったみたいです。 じゃあ、お次に、ベンチマークが下落時、見ていきます。え、これを見ると、え、いずれのベンチマークが下落した時も、え、このファンドの下落幅っていうのは、まあ、一応下落はするんだけども、いく分かマイルドに収まっているってことがわかります。え、特に、マザーズで見てみると、マザーズが平均してマイナス5.46%を月次で下落している中で、え、このファンドっていうのは平均してマイナス1.12%っていう風な形で収まっているので、まあ、それなので、マザーズのですね、下方公直性は、まあ、比較的高いんじゃないかなっていう想定ができると思います。 とりあえずこれが月次リターンでした。 では、最後に年次リターンを見ていきます。これ、サンプルサイズ3という,うな形なので、まあ、それなので、このファンドが運用開始してから、2022年の12月30日まで,での3年間のリターンというふうな、そんな形になります。まあ、一目瞭然で平均リターンを見ると、このファンドはいずれのベンチマークと比べても、かなりリターンが高かったということがわかります。特に、この日経平均トピックス、こいつと比べると2倍以上のリターンを出しているということが確認できます。 で、お次に見ていくのが標準偏差を見ていきます。こいつを見るとですね、まあ、このマザーズを除いては、このファンドは4つのベンチマークよりかは、多少ですね、リスクは高いというような、そんな形になっていたみたいです。で、シャープレッシオを確認していくんですが、このファンドはいずれのベンチマークと比べても、シャープレッシオは高かったということが確認できます。 で、次に、相関とリスクとベータなんですけれども、年次で見てみた場合にはですね、まあ、相関係数のところ若干変わってきまして、ここの2部を除いては基本的に相関高いとはなってるんですが、ただこの2部とスタンダード指数を組み合わせた指数ですね、高質素の相関は、まあ、そんなに高くないってことがわかります。ただですね、リスク倍率が結構変わってきているっていうのもあって、ベータ値がですね、割と2部を除いてはさっきよりかは上がってるかなっていうふうな形になります。で、マザーズのベータ値はさっきよりも下というか日時と月時よりも下 っているので、まあ、それなので、えー、マザーズとはそんなに関係ないのかなという形になります。で、えー、次に、えー、ベートとアルファで分解してみてみるんですが。 え、こいつで見てみるとですね、ま、基本的に、え、このファンドっていうのは、えっと、アルファはちゃんと出ているっていうふうなことがわかるんですけれども、ただ、え、日時と月時と、え、またですね、様相が違ってきていて、え、ま、っていうのもこれサンプルサイズ3なんで、ま、それなんで、え、こういう結果が出てるとは思うんですけれども、ま、いずれにせよ、え、一応アルファは出ているっていうふうな、え、そんな形みたいです。で、え、一番アルファが低いのが、え、タイトピックスって感じになってまして、ま、これですね、え、日時と月時で見てみた場合には、ファンドのリターンの半分以上は、ま、アルファによって 半分のリターンって形にはなっていたんですが、まあ、年次で見てみた場合には、まあ、サンプルサイズ3っていうのもあるんですけれども、ただこのファンドのえっと半分以上はそもそもですね、トピックスが好調だったからエレガティのリターンっていう,うな、そんな形になっていて、でマザーズも同じような感じっていう,うな、そんな形みたいです。じゃあお次にですね、ベンチマーク上昇時の平均リターン見てみます。これ見るとマザーズを除いてはですね。 4つのベンチマークが上昇したときには、それ以上の上昇幅を記録していて、で、マザーズに関しては、マザーズが伸びたときよりかは、ファンドは上昇幅はちょっとですね、低めっていうような、そんな形になっております。 じゃあ、最後に、ベンチマーク下落時、見ていくんですけれども、これを見るとですね、ここのですね、日経平均とトピックス、こいつが下落した時には、ファンドもですね、下落してはいるんだけども、ま、いくぶか、マイルドに下落幅が収まってるっていうふうな感じになっていて、他のですね、ニブ、ジャスラック、マザーズ、こいつらが下落している中で、このファンドは逆に上昇していたってことが確認できるんじゃないかと思います。まただこれ、繰り返しますけれども、サンプルサイズ3なので、ま、それなので、あんまりですね、ここら辺の信憑性は、 え、ないというか、再現性ですね。再現性はそこまでないんじゃないかなっていうふうな、そういった形で、ちょっと押さえておいていただければと思います。え、とりあえず、これで以上になります。 はい。というわけで、ご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、え、質問、感想などありましたらですね、え、コメント欄の方に、え、書いていただければと思います。あと、今後の励みになりますので、え、高評価とチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけで、え、今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。